さあここからは今日の TCK を振り返ります。第1レースからご覧ください。今収まってゲートイン完了、スタートしました。まずは広がった真ん中7番ショコラノワール、この外から9番のアンダゴニスタ、うち4番のカセノ親友に外14番エクスレア、その後差がなく6番レイオブホープ、1番スモモ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 、間に3番リスタート、外10番カセノウィンガー中段を進んで、この後1馬身13番ヤマトシルビア、2番ロケットペンダント、以下バラケテ、8番ディアマンエクラ、5番のリュウワンオレッチ、開いて11番テセスフォンテンに12番ハイブサクイーンが続きます。前の方固まっていって3コーナーカーブに入りました。前は7番ショコラノワール、9番アンタゴニスタ、2頭並んで 600m を切ります。1馬身後方3番手外14番エックスフレア、内を通って4番カセノ親友、このあと1馬身で外10番カセノウィン、あとは2馬身差、1番のスモモ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 、4コーナーカーブ直線コースに向いて、前は9番アンタゴニスタわずかに先頭か、これを追って外から4番カセノ親友が並んでくる、内はすぐ食い下がって7番ショコラノワール、あとは遅れて14番エクスフレア、 200m を切りました。変わって6番のレイオブホープ、大外から追い込んでくる8番のディアマンエクラ、前の争いは4番カセノ親友、内食い下がっているアンタゴニスタ、さらにはショコラノワール、外から8番ディアマンエクラも追ってきますが、抜けたのは4番カセノ親友ゴーリン。1レース勝ったのは4番カセノ親友、デビュー12戦目の初勝利です。鞍上は千田博騎手、勝ちタイム1分14秒9でした。誘導系収まりました。スタートしました。4番ビビアンギャング、そして11番ベレスオブラブ、後ろからダッシュがいいのは10番マルカンレインボー、このうち並ぶ9番ドンナドンナ、さらには5番ヴィンテージバロンに、外からは12番伸びしろ、13番ハービリア、この辺りが前に、2馬身後方第2集団から1番フジジャスティス、外を通って巻き返す4番ビビアンギャングに2頭の間で3番ウィーナーズソングです。1馬身半差、これも巻き返して中段、11番ブレスオブラブ、あとは2馬身差6番ミチナースカリ、後方は8番ビーチガール、3コーナーに入ってうち2番サルサロマンティカ、1頭離れたのが7番ルレットです。3コーナーから3、4コーナー中間へ固まった先段から12番伸びしろわずかに先頭です。これを追って外から4番ビビアンギャングが並んでくる、3番手で13番ハービリア、この後開いて4番ティーカ、5番ヴィンテージマロン、4コーナーカーブ直線コースに向きました。外は10番マルカンレインボーです。前の争いは外から4番ビビアンギャング、内は食いすがっている12番伸びしろ、2頭嘘と離れての追い比べ、残り200を切りました。開いて3番ティーカ、13番ハービリア、外から追い込む11番ブレスオブラブに、さらには1番のフジジャスティス、後方からは8番ビーチガール持ってきた3番手争い混戦、内からもう一足は12番伸びしろ、伸びしろ先頭で降臨。2レース勝ったのは12番伸びしろ、デビュー2戦目の初勝利です。鞍上は安藤陽一騎手、勝ちタイム1分14秒6でした。スタートしました。いいスタート、4番時のジーク一気に抜け出していきます。これを追って2番手3番手6番オーシャンレジーナ、5番のアフロキング、アフロキング時のジークに一気に迫ってかわしていきました。前3頭の後ろ2馬身から3馬身開いて7番みゆき女王様、内差がなく3番浅草舞姫、あとは3馬身から4馬身2番コッペリア、1番リルスター続いています。これから3コーナーカーブに入っていきます。5番のアフロキング抜け出してリードは2馬身から3馬身広げています。2番手になった4番時のジーク、3コーナー回ります。差を詰めてくる6番オーシャンレジーナ、残り 600m を切りました。4番手に上がっている3番浅草舞姫、このあと1馬身で7番みゆき女王様、開いて後方は2番コッペリア、1番リルスター最後方、4コーナーカーブ先頭5番アフロキング、リードは1馬身半から2馬身で直線コースに入りました。2番手外6番のオーシャンレジーナ、差を詰めてきました。3番ティーカ、4番時のジーク、3番手踏ん張るところに外から追って3番浅草舞姫と、さらに大外7番のみゆき女王様、今4番の時のジーク3番手で踏ん張っています。前の争いは5番アフロキング、外6番のオーシャンレジーナ、オーシャンレジーナ懸命に追っていますが、先頭5番のアフロキング、アフロキング新馬勝ち降臨。3レースはシークグローリー、サラ系2歳新馬戦、勝ったのはバトルプラン3区のボバアフロキング、人気に応えました。鞍上は和田ジョージ騎手、
勝ちタイム1分13秒9でした。収まってゲートイン完了、スタートしました。いいスタートは2番のザグレウス、そのまま先頭に立ちます。3番ベルモンド2番手で、2頭の後ろは早くも3馬身から4馬身間ができて、1番ルッカー3番手、4番手で4番博愛奇跡、5番プレスアーサー最後方追走です。先頭からしんがりまでは7馬身8馬身と5頭の隊列はばらけて、これから3コーナーに入っていきます。先頭2番ザグレウスリード1馬身、3番ベルモンド2番手、このあと3馬身と間があって、1番ルッカー3番手3コーナーに入ります。ルッカに迫る4番博愛奇跡、博愛奇跡が3番手をかかって残り 600m を切りました。3番手4番手2頭の後ろは大きく大きく離れて、5番プレストアーサー最後方5番手です。4コーナーカーブ、この間に前2頭差が詰まって、2番のザグレウス3番ベルモンド、ベルモンド先頭に変わって直線コースへ。2番ザグレウス2番手踏ん張っている、その後は2馬身から3馬身間があって、1番ルッカ4番博愛奇跡、博愛奇跡とルッカが懸命に2番手のザグレウスを追っています。この間に突き放すのは3番ベルモンド、3馬身から4馬身リード、2番手で2番ザグレウス、追ってきたのは1番ルッカ、それから4番博愛奇跡、2番手の争い広がった、先頭3番ベルモンド合流。4レースはシークグローリー、サラ系2歳新馬戦、勝ったのはパイロ3区のボバ、ベルモンド、人気に応えました。鞍上はライアン・クワトロ騎手、勝ちタイム1分13秒2でした。スタートしました。少し遅れた11番ポジションバトル、真ん中7番のグランディアート、まずは出ていきます。外から接近12番西野林道、2頭の間で8番コロネット、この3頭が先段向こう正面に出ます。その後は2馬身切れて4番でグループで、10番ナイトパトロール、内を通って2番のスプレマシー、5番ミスヒカリ、この1段でさらには9番オフトンもこのグループやや遅れていって、差を詰めてきたのが11番ポジションバトル、それから13番カナード、内を通っては6番レジェンドライン中段後方で迫ってくる1番トリシューラ、あとは1馬身半差、4番カシノ弁慶、3番ガンマハーベと続きます。3コーナーカーブに入っていきました。前は大きく固まってきて、先頭7番グランディアート、リードは4分の3、8番コロネット2番手、12番西野林道3番手、この3頭がやや後ろを離して3、4コーナー中間、1馬身半差で外、11番ポジションバトル、内に10番ナイトパトロール、内々を通って2番のスプレマシー、さらには5番ミスヒカリ、直線コースに入りました。先頭は一気に変わって12番西野林道、リードは2馬身から3馬身と広げていきます。2番手内で粘っている7番のグランディアートに、外から追ってくる8番コロネット、内10番ナイトパトロール、あとは外から追い込んでくる1番のトリシューラ、1番トリシューラが追い込んできて、2番手争いで10番ナイトパトロールと接戦、先頭12番西野林道合流。5レース勝ったのは12番西野林道、南関東転入初戦初勝利です。鞍上は藤田亮騎手、勝ちタイム1分27秒8でした。ゲートイン完了、スタートしました。いいダッシュは8番サウンドミライ、内から迫って4番フロリダ本店、この馬が先頭に立ちます。続いて同枠の5番ミスファイト、2番手の位置、3番ティーカは横一線と変わって、この圏内に8番サウンドミライ、9番ノンファンジブル、さらには外を通って10番ストロングフレイヤ、13番ネオメガミ、少し下がったのが2番のグロリアスライン、中段となって並ぶ7番ノン先輩と11番ケイラブマッハ、後ろ1馬身で12番ジョーアラモード、内に3番サンアマリリス、あとは2馬身差6番ショーサンデックス、1番ナックブライアン最後方です。3コーナーカーブ、残り 600m を切りました。先頭4番フロリダフォンテン、リードは1馬身、5番ミスファイト2番手、迫ってくる9番ノンファンジブルが3番手、3頭1段です。2馬身3馬身開いて13番ネオメガミ、今4番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました、内に8番のサウンドミライです。前3頭の争いは4番フロリダフォンテン、真ん中5番ミスファイト、外9番ノンファンジブル、3頭の争いからわずかに真ん中ミスファイト先頭に変わって 200m を切りました。内持ちこたえて盛り返してくる4番フロリダフォンテンに、3番手外9番のノンファンジブル、ノンファンジブルは今3番手、先頭は抜け出して5番のミスファイト、2馬身3馬身リードを取って合流。
6レース勝ったのは5番ミスファイト、人気に応え南関東転入初戦初勝利、鞍上の和田ジョージ騎手は今日2勝目となりました。勝ちタイム1分13秒3でした。13番ゲートに収まって係員離れました。スタートしました。まず出ていくのは4番のアイミーハイティ、外からは6番イーサンカレラ、大外から13番のリッキーといきました。後位には7番のグリーンジェイド、9番ナックドバイ、それから12番のアルティバナイトつけました。1コーナーカーブへ中段広がって1番ハプルーン、2番のアストロロジー、外には10番キリンブラック、さらには8番の MO スイート、それから3番ダンスマッツ、後方2頭離れていきました。11番のイッツバット、5番のルブアルハリ、縦長で2コーナーカーブ、先頭は6番イーサンカレラ、リード体半分、13番のリッキーが2番手、2コーナーから向こう正面、4番のアイミーハイティ、外には7番のグリーンジェイド、それから12番のアルティマナイト、接近1番のハプルーン、この辺り後位集団、後ろは開いて中段追い上げていくのは10番キリンブラック、そのうちには9番のナックドバイ、2番のアストロロジー、離れて中段後ろに3番ダンスマツス、インコースには8番 MO スイート、後方の2頭離れていきました。5番のルブアルハリ、11番のイッツバット、縦長のまま内回りの3コーナーをカーブしていきます。6番のイーサンカルダ単独先頭、リード3馬身ぐらい、2番手は7番のグリーンジェイド、3、4コーナー中間、4番のアイミーハイティ3番手、その後ろは開いて1番のハプルーン、12番のアルティマナイト4コーナー、外から追い上げていくのは10番キリンブラック、4コーナーから直線、先頭振り切った6番のイーサンカルダ、リード3馬身ぐらいで200を通過、追ってくる2番手7番のグリーンジェイド、差を詰めてきた、3番手は4番のアイミーハイティ、あとは追い込んでくるキリンブラックハブルーン、しかしこれは止まらない、6番のイーサンカレラ振り切って先頭、7番のグリーンジェイド2番手、先頭イーサンカレラゴール。7レース勝ったのは6番イーサンカレラ、鞍上は藤本元気騎手、勝ちタイム1分40秒7でした。入りました、枠入り完了、スタートしました。内側1番のシャインビグラス、好スタートを切りました。並んでいくのは9番のエドノテイラー、最内大外2頭が抜けて3番手集団は広がっていきました。2番のリゾートタイム、外には5番のエクセレントマン、さらには4番のカーディストリー、外には8番のリュウキマル、この辺りまで前から6、7馬身の圏内、後ろ迫ってくるのは3番のリュウワン姫、あとは2馬身がいて7番のトニーロマンス、後方2頭目、1頭大きく離れました6番のシュッシュ最後方です。展開縦長です、前も徐々にばらけてきて、これから3コーナー、今800標識を通過していきました。先頭は1番のシャインビグラス、並びかけるのは9番エドノテイラー、3コーナーカーブに入ります。2頭に迫ってくる5番のエクセレントマン、3番手からこの辺りで前の3頭固まって600通過、4番手開き始めて4番のカーディストリー、外からは8番のリュウキバル追い上げる、あとは2番のリゾートタイム、3番リュウワン姫、それから7番のトニーロマンス、4コーナーから直線前広がってくる、1番のシャインビグラス、外から5番のエクセレントマン、さらには外から追い込んでくるのは8番のリュウキバル、リュウキバル、エクセレントマン、今度は外の2頭が抜けて200を通過、先頭変わって8番のリュウキバルが抜け出す、内でこらえるエクセレントマンが2番手、3番手盛り返してきて1番のシャインビグラス、あとは4番カーディストリー、後方各馬も広がって迫ってくる、先頭リュウキバルゴール。8レース勝ったのは8番のリュウキバル、およそ1年2ヶ月ぶりの勝利となりました。鞍上の安藤陽一騎手は2レースに続いて今日2勝目となります。勝ちタイム1分27秒4でした。9レース枠入りが終わりました、スタートしました。広がって先行争い、押していくのは7番のロサ、内からは1番のノーブルコースト、間から前を追っていくのは5番のウバリ、それから2番のダイヤモンドモア、外目から追い上げていくのは8番のひな街道、固まって1コーナー、先段の後ろに6番のラスクミソ、あとは後方の2頭少し開いて4番タイムトゥーキル、内際3番バジルフレイバー、8頭7馬身8馬身の圏内に固まって1、2コーナー中間を通過していきます。わずかに先頭は7番のロサ、リードは体半分、5番のウバリ、8番のひな街道、並んできて2コーナーから向こう正面、
3頭広がった後ろも固まって1番ノーブルコースト、2番のダイヤモンドモア、外には6番のラスクミソ、そして動く4番タイムトゥーキル、後方から追い上げていきます。内には3番のバジルフレイバー、依然固まって8頭一段で、これから内回りの3コーナーに差し掛かります。7番のロサ先頭変わりません。手が動く5番のウバリが2番手、その外には8番ヒナカイロー、3コーナーをカーブしていきます。その後ろの圏内から6番のラスクミソ、インコースには1番のノーブルコースト、4コーナーカーブへ、後方には3番バジルフレイバー、外には2番のダイヤモンドモア、少し離れてタイムトゥーキル、4コーナーから直線、7番のロサ先頭振り切ってリード2馬身ぐらい、内を救ってくる1番のノーブルコースト、外は5番のウバリ、200を通過、さらに外からラスクミソ、ラスクミソが伸びてくる、ラスクミソノーブルコースト迫ってくる、あとは後方からダイヤモンドも、大外からはタイムトゥーキルも追い込んでくる、2番手争いは2頭並んで接戦、先頭は7番のロサゴリ。9レース勝ったのは7番のロサ、人気に応えました。鞍上は笹川翼騎手、勝ちタイム1分41秒4でした。スタートしました。少しばらついた飛び出し、ダッシュがいいのは外目11番ルーセントスター、10番のキャンドルベリー、インコースは4番のスカーレットハニー、12番のルビープリンセス、4頭行きました。開いて5番手に8番のユーユースターリー、その後ろも固まって1番のフレンチバローズ、3番モンゲーサクラ、外には5番のノーブルグレイシャ、それから9番雪まつり、加わっていくこの圏内7番のサッキーシンと6番の MO ナイナー、あとは離れて後方13番モユのいい女、内には2番のトニージャスティス、各馬が3コーナーをカーブして3、4コーナー中間、先行するのは7枠の2頭、10番のキャンドルベリーと11番のルーセントスター、4コーナーカーブへ、後ろは12番のルビープリンセスが3番手、この圏内固まってきて4番のスカーレットハニー、外に行ったのはノーブルグレイシャ、さらに外には雪まつり、4コーナーから直線、中を割ってくるのは1番のフレンチバローズ、広がって混戦、先頭は10番のキャンドルベリー、ここで振り切りにかかってリード2馬身、200を通過、2番手は11番ルーセントスター、後ろが広がって迫ってくるフレンチバローズ、スカーレットアニー、さらに外からは5番のノーブルグレイシャも追い込んでくる、内からは MO ナイナー、先頭は10番のキャンドルベリー、ゴール。10レース勝ったのは10番のキャンドルベリー、休みを挟んでこれで3連勝となります。また鞍上の和田ジョージ騎手は3レース6レースに続いて今日3勝目です。勝ちタイム1分13秒2でした。オフとひたちなか賞枠入り終わってスタートしました。少しばらついた飛び出し、ウィンターフェルスタートはよくありませんでした。まず出ていくのは最内から1番のフェードアウトが押していきます。追っていくのは2番のサステナブル、内々3番デルマーズライル、加わっていく8番ラブラブパイロ、さらには9番ラブリーホライズン、先段固まっていって中段も広がりました。この圏内内から押し上げるのは4番のスミソニアン、外には10番のモンサン・イルベント、さらには7番のオンストロン、続いて1コーナー、その後ろに12番のウィンターフェルつけました。あとは後方の一角11番のキラカイドウ、さらに後ろに6番の金込め登る、最後方が5番のキング&アイ、よどみなく流れて2コーナーカーブに差し掛かります。先頭は1番フェードアウト、リードは1馬身半から2馬身、8番のラブラブパイロ、単独2番手向こう上面に出ます。内に3番デルマーズライルが3番手、並びかける9番のラブリーホライズン、あとは手が動く4番のスミソニアン、その後ろに10番のモンサン・イルベント、中段に2番のサステナブル、あとは7番のオンストロン、追い上げていく12番のウィンターフェル、外から上がっていきました。後方勢はばらけて6番の金込め登る、11番のキラカイドウ、最後方変わりません、5番のキング&アイ、この辺りで少し先段固まってきました。3コーナーカーブ、わずかに先頭1番のフェードアウト、これを並んでかわしていくか、8番のラブラブパイロ、そして9番ラブリーホライズン、3、4コーナー中間、4番手に押し上げて10番モンサン・イルベント、その後ろに3番デルマーズライル、12番のウィンターフェル、少し下がっていった、ウィンターフェルが最後方まで下がった、これは故障発生か。4コーナーから直線、前は1番のフェードアウト、ラブラブパイロ、2頭に迫ってくる9番ラブリーホライズン、
3頭の後ろ4番手10番モンサンギルベント、その後ろは少し離れて200を通過。今度はラブラブバイロが先頭、ラブラブバイロが先頭、追ってくるのはラブリーホライズン、うちは1番のフェードアウト、モンサンギルベント4番手、前はラブラブバイロ、外からラブリーホライズン、ラブラブバイロ押し切った、ゴール。今日のメイン第11レース、勝ったのは8番のラブラブパイロ。鞍上は西啓太騎手、勝ちタイム2分6秒2でした。フルゲート16頭、枠入り完了、スタートしました。まずまず揃って出ました。外目押していくのは13番の数の池月、11番のサブの木講師、内からは1番のステラータと行きました。続いて6番のラインブレイカー、甲に取り付くのは14番の B.I. フェリペ、あとは固まってきて4番のフォラステロ、9番のハクアイエール、その外を通って10番イツソーラット、おっと落馬、おっと4番フォラステロでしょうか、4番フォラステロが落馬、競争中止しています。3コーナーカーブ中段あたりに16番のフォルトゥーレがつけました。あとは8番のルバンベール、その外に並んでいこうとする3番のニーケススマイル、4コーナーカーブへ、外目からは7番のナックファルコン、道中アクシデントがありました。4コーナーから直線、先頭は13番カズノイケズキ、並びかけるのは14番の B.I. フェリペ、2頭が並んで後ろを離していく、離れた3番手からは11番サブノキ講師追ってきた、200を通過、今度は先頭変わって14番の B.I. フェリペ、追ってくるのはサブノキ講師、あとは後方からエリタダス、大外からは5番のクラバルバトス、さらには10番イクソーラットも追い込んできた、先頭は14番 B.I. フェリペ、ゴール。最終第12レース、勝ったのは14番の B.I. フェリペ、南関東初勝利、およそ1年7ヶ月ぶりの勝利となりました。鞍上の藤本元気騎手は7レースに続いて今日2勝目となります。勝ちタイム1分12秒4、なお4番のフォラステロ競争中止しています。ここまで今日の TCK を振り返りました。